ありますから。そうですね、はい、今日のゲームを振り返ってまいります。さあバファロー先発田島、初回はツーアウトを取った後、浅村、この打球がセンターの右、打球伸びていきました。今シーズン第6号の一発、イーグルスが初回1点を先制します。一方のイーグルスは先発竹中、初回ワンアウトの後西野がこの辺り弾んで、この辺りで2塁へ、記録がツーベース。続く3番宗は詰まりながらもショート後方レフトの前、これがヒットになってランナー3塁1塁ワンアウト。そして4番の吉田正尚、ここはしっかり捉えてセンターの右へタイムリーヒット。すぐにバファローズが同点に追いつきました。1対1、なおもランナー3塁1塁でバッターは頓宮、センターへ打ち返して距離は十分の犠牲フライ、宗がホームに帰って2対1、バファローズが勝ち越しに成功します。これは4回です。イーグルスはランナー2塁1塁2アウト。ただここは田島が鈴木大地をスイングアウトの三振に打ち取ります。5回の表、さあこの中盤からまたギア上げていきましたもんね、田島がね。ここは圧巻だったですね。はい、田中和樹を三振、住谷をサードゴロで、この5回を三者凡退に抑えます。イーグルス滝中投手も立ち直って、まあ、緩いボールを使いながらね、うまく抑えていくんですよね。5回は宗、吉田に対してこれカーブ続けましたもん ね、はい、すごいリードだったんですよね、5回をこの回0点に抑えました。さあ6回の表、イーグルスは1番からの好打順ではあったんですが、石川スイングアウトの三振、2番小深田もここは外いっぱい見逃しの三振、浅村はアウトコースに落としてスイングアウト、三者連続三振、上位打線をしっかり打ち取ります。さあ1点リードで継投に出たバファローズは、ミドルがランナー先頭バッターにデッドボールを与えて、ここで田中は盗塁成功、ノーアウト2塁、その後ツーアウトランナー三塁になって、バッター西川、この変化球を捉えて右中間真ん中割っていきます。これはタイムリースリーベース、2対2同点、終盤にイーグルスが追いつきました。さあ同点で迎えた9回の表、平野義久マウンドに上がって先頭バッター、鈴木大地がこの辺り、これがライトスタンドのホームラン、3対2勝ち越したんです、第1号。さあ1点リードで迎えて9回、松井がマウンド、先頭バッター代打の中川圭太三振、紅林もストレート勝負スイングアウトの三振、そして最後は野口も見逃しの三振と、松井裕樹三者連続三振に仕留めて試合終了、3対2、勝った楽天8連勝、敗れたバファローズは5連敗です。